プリマスターは日産自動車の中型商用車で現在ヨーロッパや南アメリカなど販売されていた。生産はスペインの日産元通ルイベリカ会社。開発はほとんどルノーが行っている。2001年に販売を開始し、2002年9月には日産自動車の工場での生産を開始したルノートラフィックとのバッジエンジニアリング社である。 二人乗りの貨物車と三列9人乗りのミニバスがあり、また、フランスなどには、乗用車モデルのプリマスターアバントゥーアが存在する。貨物車、ミニバスともにハイルーフと標準ルーフがあり、ハイルーフは、バックドアが観音開き、標準ルーフは、ハッチと観音開きのどちらも選ぶことができるほか、ショートボディとロングボディの2種類が存在する。さらに、 ミニバスの一部グレード及びアバントゥーアは、ホイールのデザインが乗用車風のものに変更されている。2014年、後継車種、NV300 の登場により、モデル廃止。シフトワードは、欧州におけるキュビスターや、インタースター、及び、日本の商用車各車種と同じシフトビジネスであった。ありがとうございます。